どうも、エルザレッドです。それでは、トーエムやっていきたいと思います。さて、今回は、なるべく花とかに見つけたりとかいろいろしていきたいなと思うんですけど、ちょっと配信というか撮影終わった後いろいろ回ってみてたら、やっと見つけて、室内で見つけたんで、ちょっとここら辺からね、開始していこうかなと思います。で、10個目。これで10個目なんですよ。あと一つ探さないといけないんでね。大変よ。で、そうだね。どっちみちぐるぐる回ったりとか探さないといけないんで。ちょっとね、また。花瓶というか花探しに行こうかなと思います。あ、なんか光ってる。アルバムに保存。こんな撮れるんだ。はい、私って綺麗セルフポートレート、どうですかこれ。あ、完璧ね。完璧なの？こういうのがいいな。そしてこれも。それと、ほら、可愛くしてもらった。傑作ができた。あ、これでいいんだ。まさかのセルフだとは思わんかったな。ありがとう。ああ。なんかすごいの初めて。もっとあるよ。ああ、じゃあこれシリーズを全部見せればいいってこと？王様。おお、いい笑顔。これ全部渡したらなんかなる？よし、これで一応全部見せれるも見せて、あと1枚だけ残ってる感じか。まあこれ多分この島の人たちだろうね。なんで、どうしようかな。またちょっと水風船関連やりいきますか。なんかあるかな。あ、あった。あーった、11個。終わった。これやっと終わった、花。じゃあ、花の心配終わったんで、一回報告いきますか。めっちゃ大変やった。これでもあれだな。夜にしないとダメだな。見つけた。ほい。あー、そこアメンボいっぱいいるな。なんかあるかな。あー、特にはなさそうか。化石、化石。ん？いるじゃん。これでコウモリ3つだ。で、ここも掘ってやろう。あ、なんか出てきた。ああ、地面を掘っていたんだ。土の中で眠ってしまった。素敵な帽子を見つけたんだ。でも頭が熱くて、アイスクリームで頭を冷やさなきゃ。どうぞ。イエーイ。どうぞ。え？食べるんじゃないの？あ、なんて素晴らしい帽子なんだ。
それは絶対間違ってると思う。頭を冷やそう、違うな、絶対違うな。あー、それは帽子としてもらえるわけじゃないんだね。はい、写真持ってきたよ。ちょっと進んだね。いってらっしゃい。素晴らしい。朝完成した。がっつりした足。頑丈な足。足つりだ。それに素晴らしい頭。朝、みや最高だね。よかったね。レッツゴー。満足したかな。これね、木ね、木どこなんだろうね。またぐるってするしかないか。まあそうだよね。どこだろうね。あ、とりあえずこれ先にしとこうか。ぐわー蘇った。ヴァンパイアだ。わっはっはっは。私は自由だ。それが見せるところはただ一つ。アイスクリームだ。ぐわどうぞ。それだ。アイスクリームだ。それとよこせ。お願いだ。口とんがらせてる。頭につけれるか全然いいよ。甘っとー。ありがとう。ぐわー。え、それだけ？嘘でしょ、それだけ？ここぐるって回ったか。まあまあまあ、でも元気になったならいいよ。あ、いた。でも木、変わった木あるかな。まあ、写真見せよう。はい、まずこれ。はい、全部ブリングは全部だな。君はスカートの達人だね。おー、よっしゃ、もうちょい、あと2つ。乾いた季節と階段。あ、これはもうすればね、階段ももうちょいだな。あと M を完成させたいよね。近い。ドアアップやったな。あ、階段用の木でさ、ちょっと思ったのが、なんて言ったかな。ほら、カービィの木のやつがあったじゃん。あれダメなの？あ、合ってたみたい。なんだ？すごく恐ろしい。いや、すごい話のね、種になる。皆さん、さあ、お立ち会い。座って座って。待ちに待った。階段の時間だよ。昔々、真っ暗な夜。それはまさに今夜のような夜だった。とある一団がキャンプファイヤーの周りに集まっていた。ちょうどこんな感じで。マシュマロは焦げていた。そして火がパチパチとなる音に混じって、何かが遠くで動く音が聞こえた。茂みの葉っぱがカサカサと音を立てた。足音はどんどん大きくなった。そして、ソロシキーだったね。マシュマロを全部食べにやってきたんだ。うわー、イエロー。わー、自分で自分を怖がらせちゃった。ものすごく怖かったね。いいと思います。
おにゃ、眠れそうにない。はい。これで終わりだそうですね。そしたら、お花だね。お花、お花。お花はこっち？一回渡らないとダメか。で、お花の前にちょっと待ってね。お気に入りのやつをね、ちょっとまとめとこうと思って。あ、俺思い出した。これだけ渡してないね。この人渡してないね。そうだ、忘れてたわ。オッケー。花を先渡し行こうかな。渡る前に、どうせ夜にしてスタンプしてまた戻ってきてみたいな感じになるから、どうしよっかな。先に画家かな。でもこうやって見るとね、いい写真多いよね。これいい、ほんといいよね。靴下は何とも言えんけど。お姉さん、あと一枚これじゃないっすか？あ、完璧ね。真っ黒。いい笑顔してたな。また傑作ができた。わお、私のキャンバスのすべてに絵を描いたのよ。すごく楽しかった。鑑賞用の写真をありがとう。ベリーボー、やった。自分の手で何かをはみ出すというのは最高の気分ね。意外とあれだね、冠手に入らなかったね。帽子とステッキとっていうのはあったけど、あんまりなかったな、意外と。未来は明るい。さあ、これで、コミュニティカードは全部ですね。ただ、衣装ので言うと、テープはある。ロッドは持ってる。サングラス一回外して。これでさ、ちょっと地下のところ一回行ってみよっか。ちょっと戻ってきました。最後に一つだけ やりたいなと思ってて。なんかね、火全部俺消したつもりでいたんだけど、多分ね、火消してない。動画見直したら。こうすると、あ、来た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 。はい。めちゃくちゃ見づらいんじゃ。ああ。はいはいはい。下ろして、おお、え、あとアトキング、ああ、これで終わりです。あ、戻ってきました。まあ、お宝も集めれるものは集めれたし、スタンプも全部だし。あ、すごい、お花だ。これで君、キャンプファイヤーに参加できるよ。まだ。あー、まだにしたい。ちょっとその前に。そうだね、せっかくだからお昼にして、ちょっとさ、バケーションっぽい写真欲しくない？あ、
すごい、いつの間か自分の写真になってる。イラストか。おばあちゃん、しれっとゲットしてるね。なんかその人の写真ばっかしは撮ったけど、バケーションっぽいやつ。あ、やったー。取れたー。普通にこれでいいかな。よし、もう ここに座ってこれで撮りたいけどね。あ、そういうことか。はい、はい。で、OK、 これで OK。 キャンプファイヤーにしよう。ほい、レッツゴー。あ、ここなんだ。おばあちゃんもいる。そこにいたのね。あなたの冒険のことをみんなに話そうとしてたのよ。でもあなたがここにいるなら、自分の口から話したらどうかしら。いや、大丈夫ですよ。ちゃんと開いて読むんだ。あんな喋り声だったんだね。しみじみと思うのは。私たちのゲームをプレイしていただきありがとうございます。マストのコンテンツアップデートは私たちからのプレゼントでした。トーエムは本作に携わる、全ての人たちの愛の結晶です。トーエムがこれほど高く評価されるとは私たちの誰も夢見ていませんでした。次のゲームの制作を始めるのが待ち遠しいです。皆様に心から感謝します。ってことはこれで一応終わりなのかな。ハグ&ラブ、トーエム開発チームの全スタッフより。でタイトル画面戻るんだ。はい、ということで、まあこれで終わりなんですけど、ちょっと一つだけ、隠し要素をやって終わろうかなと思います。あとですね、ルン。どこだったかな？あったあったあった、ここ。はい、飾れます。に、ねー、こうすると出てくる。で、これを掘ると中から王冠でーす。ずっと出てこなかった王冠がやっとここで見つかるっていうね。王様のおなーりーてっててって言ってたね。いう感じで出てきまーす。いやー、これですね。これが一応隠しらしいです。まさか、演出、もう一回なるんだ。じゃっちゃちゃーん。せっかくなんでね、いろいろちょっとやりきりたいなっていうのあるんだけど、あと夜、これが最後かな。
できるかな。はい、月ですね。まあ月はね、よく見たと思うんですけど、サングラスつけて降ります。そうすると調子はどうってこういった隠し要素ですね。これで多分全部ではないんだけど、本編の方は見つかってないけど、そう、埋めればだけどね。まあまあこんな感じで、まあ、もうちょいで全部制覇ですよっていう感じでした。ということで、今回にてトーエム終了です。完全終了です。DLC も終わりまして、ですね。まあまあ、本当にいい作品だったね。単純に楽しい。写真撮りながらとか雰囲気とかも良くて。そうね、こんなにやり込む予定ではなかったんですけど、やっぱ世界観良かったね。あ、で、動物あれだね。バストが一匹足りてないね。ただ、あとキングではなかったみたいです。なんですが、まあ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 。こんな感じでね、旅行の世界を楽しめるようなゲームになってるんで、DLC に関してはプレゼントらしいんでね、無料です。アップデートさえすればみんなできるってやつなんで、まあ、もし気になる方は自分でいろんな写真とか撮ってみてやってみるといいのではないかなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。次回はまた別のゲームですね、お会いできればと思います。それではまた次回です。バイバイ。